俺の新しいベッド、やっと冬用のベッドになったわ。まあひゃ12月だに、みんなんとこはとっくにあったきゃ布団で寝とるんじゃにゃ。まあいかんでしょう。あーほんでも勘違いしんでちょうよ。うちの家族もあったきゃ布団で寝とるよ、俺以外は。この目は母ちゃんがニトリに買い物に行って、プリンのベッドもそろそろ冬用のあったかいのにしたらなかんねえって買ってきてくれたんだわ。まあしかしやっと気づいたきゃ。で、ニトリのこの N ウォームのベッド、どえやあったかいんだわ。このベッドの中に入ったらまあ出れえせんわ。あーまあここからあんまり動かんもんで、母ちゃんがこの軟弱懸命言って庭に行って遊んでこやいって言うんだけど、まあここからちょこっと首伸ばせば水も飲めるしご飯も食べれるし、まあ出る必要がにゃんだわ。一日ここでゆっくり過ごせるかね。あれ隣のマンコが呼んどるかね。あーまあ動きたにゃけど、ご近所付き合いは大切だで。あーああ仕方にゃで、挨拶だけしてくるわ。え、あーこんにちは。え、何話しとったかって来てや。ご近所のワンコの今朝のご飯のおかずが昨日の晩餐のおかずの残り物だった言って愚痴っとったんだわ。まあうちなんてよく話したがね。そんなことで落ち込んどったらうちじゃ生きてけえせんよ。だってうちなんて 2,3 日前の残り物が普通にトッピングされとるがね。まあおたぎは大変だわ、言うそういう話だわ。あーちょっと寒くなってきたで、またベッドに戻るわ。え、母ちゃん、何まだそこにおるのかって。俺一日中ここにおるつもりだけど。え、外に行って遊んでこいと、軟弱犬になっちゃうよって。あーちょっとケージを掃除しちゃって。夜なってまったかね。ここでゴロゴロしとったらあっという間に一日が過ぎるわ。ああこりゃ母ちゃんに叱られるわ。まあほんでも母ちゃんも休みの日は一日ゴロゴロしとるし同じか。ご無礼しまーす。もしもし、これからもいっぱい喋るで、チャンネル登録してちょ。